激闘を終わらせた魂の一振り。都市対抗西関東予選2日目、東京ドームをかけた三つどもへの戦い、東芝が1勝し、本日は三菱重工イーストと激突。勝てば第一代表でドーム行きが決まる。逆にイーストはここから2連戦勝てば一気に混戦に。果たして この試合もとんでもない展開になりました。イーストの先発は森ケイナ投手新人。東芝の勢いを止めることができるのか。試合が動いたのは2回の裏でした。ツーアウト3塁から一方イースト3回表ワンアウト2塁から ここで迎えるは武田健吾選手。点は取られたものの、新人森投手はその後奮闘。新人の好投に応えるかのように4回表イーストダ線は2アウト満塁のチャンスを作り、江越啓太選手。は森投手から本間投手にスイッチ。東芝打線チャンス作るも、隙を逃さないイーストの好守備もあり、得点ならず。中村投手、すみません。
7回裏イーストは長嶋投手にスイッチ。東芝は2アウト1・2塁のチャンスを作り代打岡部選手。さらに8回の裏、東芝2アウト1・2塁で5番石川選手。矢野選手懸命のプレー、いや命がけのプレー。2アウト満塁で前日ホームランを放っている6番福山選手。しかし試合は気づけば最終回に。東芝はまたもノーアウト1・2塁のチャンスで代打堀前選手。ここで大きな三振、ツーアウト。Thank you.
前日ロングリリーフの全投手が延長10回からマウンドへ。対する11回のイーストの攻撃。ここで打席には先ほど好プレーの江越海地選手。そしてその後12回の裏でした。
4時間半。お疲れ様、第一代表おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。あ、よかったですね。いや、ピッチャー陣の踏ん張りと。ピッチャー本当頑張ってくれましたね。取りましたね。本当に頑張ってくれました。心臓ありますか？大丈夫ですか？心臓はもうね、今今回移動してる、いろんなところ。よかった、最終的に戻ってきてくれました。よかったです。よかったです。また都市対抗も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。激闘でしたね。いや、体大丈夫ですか？大丈夫です。僕じゃないと思うんですけど、僕全然活躍しない。いや、全然魂ですから、東芝の。今日 DH だったのはなんか、いや、ちょっと足のが 100% でちょっと動けないっていうので、ちょっと守備の方で迷惑かけられないっていうのがあって、まあ、打つ方でも貢献はできなかったですけど、いやいやいや、なんとか超えて声めっちゃ枯れてますね。同期の石川が打ってくれて、いや、すごかったっすね。はい、感動しました。東京ドームで、はい、頑張ります。お会いしましょう。ありがとうございました。怪我直してください、ね。はい、ありがとうございます。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 西関東、残り一枠は三菱重工イースト、エネオス、どちらがもぎ取ったのか。